こんにちは、吉田さん。そうですね、やっぱりこう法人であることの仕組みっていうのは有利だから法人っていう仕組みがあるんですよね。法人になって不利になるようだったら法人っていう仕組みそのものが生きてないと思いますから、ここに大きな違いがあるのかなと思うんですよ。自分で会社というお金を稼ぐためのこの箱を用意するのか、スニーカーを用意するのか、それとも素足で走ってしまうのか。やっぱり走るのも遅いし、血だらけになって治療も必要になっちゃうと思うんですよね。で、この1年たまたまですけども痛感したのが、事業者には結構ね、優遇策や支援策ってあるんですよ、経済産業省からの支援策があるんですよね、事業者には。でも個人に対しては国民の一律定額給付金とかね、貸し付けぐらいしかなくって、上限20万の結構行き詰まっちゃうなと思うんですよ。で、事業をしてると、まあ普段から法人税払ったりとかね、事業者税払ったりとかしてるというところはあるんですけども、なんかその最大限潰れないような施策は打てるのかなっていうことと、もちろんこれ普段から、顧問の先生とかとねお付き合い、人間関係があればすごく見えやすいなっていうことと、あとやっぱり法人ですね、会社を持ってる人の見えてる景色と会社を持ってない人から見るその景色ってのだいぶ違うなって思いましたね。で、普段から会社をやるってことは普段から事業を意識して経費を意識して売上を意識するっていうところが毎日積み重なっていくわけなんで、それピンチの時にもその切り抜けるっていうんですかね、そういうふうな考えが及ぶし、あとこれ別に特別なことじゃなくて、なんかその個人でねされてる方を別にその否定したりとかね、揶揄するわけではないんですけども、現実的にその毎月給料が入る人と、あとね毎月給料取られる側、取られるってあえて言い方しますけども、払わなくちゃいけない側の、要するに創業者のポジションっていうのはもう本当全く違って、創業者っていうのは常に経費を意識して常に不測の事態に備えなくてはならないし、常にトラブル の最終責任を取らないといけないし、本当日々ね、日々生きるか死ぬかなんですよね。だからこそビジネスのセンスも養われるし、お金のこう考え方も養われていくのかなっていうところはあります。で、逆に言うと日々お金の危機にさらされてるのに、お金に対するリスクヘッジが育ってないのはこれはどういうことかなというところがあります。お金に余裕があったらさすがにお金のリスクヘッジってだんだんしなくなると思うんですよ。なんかね、お金が莫大やったらしっかり勉強するのになっていうふうな考えもあるんですけども、お金がないからできる部分も大きいのかなと思うんですよ。それこそ背水の陣というかね、ギリギリになってるからやるみたいなね。だって明日までに支払いが迫ってきたらその金作らないとしょうがないし、そのお金を作ろうと思ったら何をお金に変えようかなっていう発想になるんですよね。で、お金に変えるものが自分としてなかった場合とか、それを提供するべきいわゆるお客さんとかがいなかったってことはやっぱり大いに反省するんですよ。普段なんで人と繋がってなかったんだろうと、普段なんでセールスのビジネスセンスを養ってなかったんだろうとか、思いますね。やっぱり売り損じた時とかマイナスが出た時って、その時にもう誰のせいにもできないんですよ。自分が売らなかったから、自分が商品を持っていなかったから、自分が信用をされていなかったから。でもやっぱ給料をもらう方として、例えばね、来月の給料ありませんよって言われたらおかしいじゃないか会社ってなって、自分の責任とは感じないんですよ。まあ当然ですけど、当然感じなくてもしょうがないんですけども、でも事業者ってのはどういう状況も自分で認めざるを得ないし、後ろに誰もいないんでね、そういったところで日々少しずつトレーニングがされているんだろうなと思いますよね。まあそれでもね、うまくいかないのが事業なんですけどね。で、税金のこともそうなんですけども、税金がどう有利かってことを考えたら、それは法人を立てるべき経費とかランニングコストをあまりあるぐらいプラスですよ。やっぱり税制的に圧縮されるのは、特に法人税が安くなったっていうのはもう誰もが知ってることですよね。じゃあ法人を作るメリットが大きいってことなんですよ。で、法人で圧縮された法人税を支払いながら、いろんな経費を使っていくことか、もしくは個人として経費を使うたびに莫大な消費税を払って、で、あとはね、何の控除もないみたいな、控除はありますけど、正確に言ったらすごい少ない控除でやっていくかってことを考えても、やっぱり法人を立てる意義があるだろうなと思いますね。でもね、やっぱりこう自分が稼ぎ頭ではないとか、
まあ、例えば主婦の方で、旦那さんの所得の中からやっていくってことであれば別に事業展開したりとかはないと思いますけども、なんかね、少ないなりも自分で事業するとか副業するとか、それからネットワークビジネスに参加するとか言ったら、やっぱりこれ法人立てないといけないかなと思いますし、少なくとも個人事業主としての登録登記はしとかないと商売するわけですからね。やっぱ自分が事業者として代理店として、それはいるなと思いましたね。それもお金の勉強として学校では教えてくれないんで、やっぱ家庭でお父さんお母さんが子供に教えていかないと、そんなこと教わってないよみたいな泣き言を言う大人が育ってしまうってことなのかなと思いますし、まあ、お父さんお母さんが言わなくても今本当スマートフォンとかで調べられる時代なんでね。私の時は学校で教わるか、お父さんお母さん、物知りなお父さんお母さんがいないともうどうしようもなかったんですけども、でもやっぱりね、40過ぎてインターネットが発達してみると、今だったら誰に聞かなくても自分で解決できるよみたいな、そんな40代だったかなと思いますよね。まあ、ペイペイの運用の話も出てましたけども、ペイペイ運用はずいぶん前からあって、私もねずっと運用してたんですよ、吉田さん。でペイペイの運用の年利と、あとはペイペイで買い物したらバックがあるじゃないですか。あっちどっちが大きいかなって考えたら、自動とはいえ運用してる場合じゃないなと思いました。すぐにペイペイポイントがある限り買って、でバックをいただいて、そのバックでまた買ってって言った方が利回り的には圧倒的に得なんじゃないかなと思うんですよ。ね、この前も 49% 祭りとかありましたけど、普段から 17% ですからね。買い物した 17% が買って数週間後にすぐ反映されるわけですから、これは1年間で、3%、5%、7% とか待ってる場合じゃないなと私は感じて、最初はオートセットしてたんですよ。お釣りとかをペイペイバックをね、ボーナス運用っていうの。でもあまりにもその運用法がのんびりなんで、例えば十数万とかになっちゃったんですけどね、運用額が。その十数万の運用額でも数百円しか生まないんで、これやってらんないなと思って運用は私やめました。利率のことで考えたら、何も買うことがない、何も使うものがないっていうことだったらしょうがないんですけども、ちょっと考えればね、経費で買いたいもの結構出てくるんで、それこそ最近はパンを食べたりとかね、カップラーメン食べたりとかしてますけども、あれもペイペイで買ったら経費ですからね。 YouTube で使う経費、服もそうですし、殺虫剤とか消毒液とか数えあればキリがないぐらい、備品っていうんですかね、消耗品とか事務所備え付けの備品っていうのは必要なんですよね。それこそコーヒーだって接客用のコーヒーであったり、接客用の部屋のメンテナンスだったりとかね、そういうのがありますんで、車の部品とかもそうですしね、まあすごいその経費っていうのは助けられることと、ペイペイっていうのがね、このペイペイ銀行になりましたけども、これ銀行の利回り運用してる場合じゃないぞと、それ以上の利回りが買うことによってもたらされるなと思ったら、もう常に買ってますね。なんか毎日ペイペイのポイントで買い物してて、毎日ペイペイバッグが入るみたいな感じです、だから消費活動にはかなり貢献してるんじゃなかろうかと、以前以上にねと思いますね、さあそれでね、やっぱりお金の勉強とかしっかりしてないといけないなというところがありますけども、まあ、吉田さんもね痛感してることだなと思いますよね、まあ、でもなんか投資に意識が嫌もなく向けざるを得ないってところはあるのかなと思います。投資ね、前も言いましたけども、人生ってのは体力を投資してるっていう面もあるし、頭頭脳に投資してるって面もあるし、ダイレクトにお金に対する投資の勉強するってところもあるし、この3つのうちの投資のどれかが際立っていればなんとか突破口になるけど、何も養っていなかったらそれこそ投資感覚ゼロってことになって、労働に頼るしかなくなっちゃうんですよね。全てが労働になっちゃう。お金を稼ぐのも労働だし、体力がない時でも体に夢中って働かないといけないし、知恵がないからその分だけ体を動かさないといけなくなっちゃって、すぐに体が痛んじゃったりね、怪我をしたりとか腰痛になったりとかして、それで結局その治療にも時間がかかったりお金がかかったりして、ダブルパンチトリプルパンチになっちゃうんですよね。だからある程度の年齢になったら、自分は動かずに、やっぱこういろんな人や物や情報を動いてもらって世の中を回す、自分の生活を回すっていう風にシフトしていかないといけないかなと思います。さあ今回ね、サラリーマンになった時教わったことがあります。それはですね、体が動くのは最初の5年だと思えと。5年ぐらい経ったら、あとはオフィスワーク、デスクワークに変わっていって、人材育成とかね、経営の方にべったりと、やっていったらいいと、デスクワークに。でそうならないと、デスクワークの方向に行かなかったら、幹部候補生の道から外れちゃったら、ずっと労働だよと。よくて現場の主任止まり。でも主任っていうのは2年目がやることだぞみたいな、そんなこと言われましたね。で30年目の主任とか当時いましたんで、あ、30年経って主任で、それを若くして2年目、3年目に主任になる人の方が店長に早くなっちゃうなと思ったりね、早く経営幹部になっちゃうなと思うと、
まあ、まあ気の毒というかね、なんとも皮肉な世界だなと。もちろん頭使うのがどうしても嫌だから俺は体使っていくんだみたいな方もいらっしゃって、自分で選んだところはあると思いますけども、でもそれ実はある時思い立ってももう選択肢が残されてないってことですよね。ずっと肉体労働現場労働してて、いきなり、例えばデスクワークとかね、まあ、経営管理とかそっちの方に、事業者サイドに行こうと思ってもなかなか難しいですよね。でも事業者経営者側っていうのはいつでも現場の方に戻れるっていうところがありますんで、選択肢を広げながら年齢を重ねていかないといけないかなっていうところですね。まあ投資もその一つですしね、自分の立場とか人脈とかもうあらゆるものが自分でやってきたこと、もしくはやらざるを得なかったことの集大成かなというところで、結局は誰も助けてくれない、そんな人生の後半が待っているのかなと思ったらゾッとしますね、はい、私もたった一人なんでひりつくのも、家族はひりつかないですよ、私一人がひりついてる感じですよね。まあまだそんなことは訪れてないですけどね。まあ、まとめて言えば孤独な戦いということでございます。まさに陰気ですね。